明章書は、源氏物語の注釈書である。1530年成立。三条西金枝著。写本の冊数に20冊、本、30冊本など、様々に異なるものがあるが、半本は、すべて20冊である。半本には、明暦三年書きの換記のあるものと無関記版とがある。写本には異なる本文のものがいくつか見られるが、半本は、 造保本系統のものに限られる。本書の内容自体は、老化章や再流章といった三条西家の注釈書の流れを組むものであり、それらの中では成立時期の遅い本書が整った内容を持っていることから、古月章で三条西家系統の注釈が参照されるときには、本書が最もよく引用されている。金枝の父。 三条西寂高による、源氏物語の注釈書である、再流章と、これをテキストにしたと思われる、三条西寂高による、源氏物語公釈の講義ノートである、聞き書きが元になっている。本書には、大筋で本書の元になっている、再流章を含めて、それまでの注釈書では、切りつぼ巻きの注釈の冒頭で簡単に論じられて、いるだけであった、作者、北旗、大意、 この物語54条冊数字、書本不動字、書章、物語時代、準居時代、第五のことといった、両権が独立して、切り簿の前に記述されている。ありがとうございます。